ユタ州立大学。創立年は1888年に遡る。略称は、うす、200以上の専攻科目が設置されており、学生数は約2万3000人。モットーは、リサーチ、サービス、ティーチング。大学職は、アギーブルー、ランドグラント大学である。ユタ州には、ユタ州立大学とは別に、州立のユタ大学、ユニバーシティ・オブ・ユタもあり。 混同されやすい。メインキャンパスは、ユタ州ローガン市に位置し、所在地、オールドメイン、ヒルローガン、u t 8 4 3 2 2 u s a 州都ソルトレイクシティからは北へ車で1時間半ほどの距離にあって宗教に近く、自然公園に囲まれた緑豊かなキャンパスである。およそ160ヘクタール、400エーカー。 東京ドーム約35個分の敷地には本部ビルであり、ランドマークでもあるオールドメインビルディングをはじめ200以上の建物があり、校内にはカンファレンスセンターを兼ねたホテルや警察、消防機構、放送局も有している。寮だけでなく、キャンパスの東部にはトレーラーハウス用のエリアもある。2005年に移設新築されたメインキャンパスのメリルケイジア図書館にはバーン、 閲覧者用自動水筒ネットワークシステムと名付けられた閲覧者の希望する本や資料を150万冊の平下図書の中から自動で取り出してくるロボットシステムが備えられている。このシステムはキャンパステクノロジー誌による宣伝された校内設備全米ベスト101の第1位として取り上げられた。キャンパスはメインキャンパス以外にも3つのサテライトキャンパスが存在し、 ユタ州すべての行政区に事務所がある。航空宇宙工学研究所の事務所などは、州外各地にもいくつか点在している。ユタ州立大学の研究施設、実験場などを含めて、すべての敷地面積を合わせると、総面積はおよそ3300ヘクタール、8200エーカーに及ぶ。もともと農業大学であったということもあって、 アギーアイスクリームの名称でアイスクリームを販売しており、名物となっている。世界各地に出荷されていて26種類あり、初めて宇宙へ行ったアイスクリームとしても知られている。発展途上国などへの様々な農業技術、教育支援や環境問題、生涯学習、オープンコースウェアへの取り組み等も積極的に行っている。新郷茂雄の功績を称え、 1988年に、信号賞、ザ・信号プライズを創設。2008年現在、教育、研究力の向上を目的として、寄付による200、100万 US ドル。2008年現在の、換算で、約210億円の資金調達を骨子とした参加年計画での、キャンペーンを2007年、準備が開始されのは2003年より実施している。開始から1年で、 目標額に達したため、2008年に目標額が400、100万 US ドルに変更された。また、メインキャンパス全域で無線ランを利用できるようにする整備計画予定されており、さらに、現、メインキャンパスの北側に面する土地約80ヘクタール、200エーカーを新たなキャンパスとして開発するイノベーションキャンパス計画も予定されている。この新しいキャンパスには、 他大学や民間企業との共同研究施設も建設される予定である。また、自然資源学部を中心に、保水性の改善や多種多様な植生実現を目的として、キャンパス内の再力化がやれつつある。教育福祉学部は新校舎の建設を完了し、農学部は新校舎を現在建設中である。ビジネススクールもメインキャンパス現校舎の南に新校舎の建設。 現行者とは、連絡通路を建設予定。南に隣接する数学統計学科のランドホールは取り壊され、クアッド広場に接する地質学科のビルが代わりに、譲渡される予定とカリキュラムの再編を決定した。特に自然資源、農学、動物学、アジア研究、航空宇宙工学、芸術、教育学などの分野で高い評価を受けており、ビジネススクールは、 米国の中でも歴史のある学校のうちの一つであり、航空宇宙工学研究所は国防総省や NASA 関連の研究も行っている。年次研究費は18600万 US ドル、2008年、現在の換算だと約200億円。中でも航空宇宙工学研究費の総額は全米1位。カーネギー高等教育機関分類では、 高い教育力を有する研究大学、RUH として分類されている。によれば、ユタ州立大学は、全米で50位、公立大学のうちでは25位にランク付けされている。US ニュースワールドレポートによれば、教育学の分野において24位、全米の教育学部のうちで上位パーセントに相当、リハビリテーションカウンセリングの分野において15位に、 ランク付けされており、教師を目指すためのトップスクールリストにもリストアップされている。による消費者の意識調査においては、公立大学の中で良い大学として6位にランク付けされている。黒人専門のビジネス情報誌によれば、アフリカ系アメリカ人にとって最も良い大学として、第一候補の一つに挙げられている。また、による西部の大学ベスト122、2009年度版から、 ランンクインしているポピュラーサイエンス誌は2009年にユタ州立大学の生物学遺伝子研究を評価し、米国における最も賢い大学トップ10のうちの一つとした。航空宇宙工学研究については、スペースシャトルのプロジェクトや国際宇宙ステーションの部品設計政策、宇宙農業プラントプロジェクト等にも参加している。近年では、 学生主体の研究グループ型大学と合同でハイブリッドロケットの打ち上げに成功したほか、2003年には学生たちがライトフライヤー号の修正復元飛行を行ったり、2008年と2009年には NASA が主催する大学学生ロケットコンテストユニバーシティスチューデントローンチイニシアティブで最優秀賞を2年連続で受賞している。 物理学科のバンサンビー・ウィケア博士らは、これまで観測されていなかった、中緯度地域での夜行雲の発生を2002年に報告し、地球温暖化との関係などの類推から話題となった。また、2010年には、物理学科の研究者らは、日本の小惑星探査機、ハヤブサの大気検査突入を観測、記録したりもしている。2010年には、 マイクロソフト主催のイマジンカップ国内大会におけるソフトウェアデザイン部門をおいて、ウスのチームが第2位を受賞。教育においては、インターネットによる大学講義の無料開放、オープンコースウェア、アキュにも積極的であり、ユタ州立大学持続的公開学習センター、センター法オパンスナブルラーニングが、アキュを容易に構築するためのコンテンツ管理システム、エジェコモンズを オープンソースにて開発、公開しており、日本でもいくつかの大学で利用されている。ユタ州立大学のスポーツチームは、アギー、アギーの愛称で親しまれている。これは、農大、あるいは瑠璃のビー玉の意で、ユタ州立大学自体や学生、卒業生も親しみを込めて、このように呼ばれることがあり、ランドグラント大学において一般によく用いられている、愛称でもある。 アギーの頭文字、AA が大学の T シャツやロゴなどに利用されるほか、オールドメインビルディングの塔の屋根には大きな AA の字のネオンが設置されている。男子バスケットボールにおいては、NCAA 男子バスケットボールトーナメントにほぼ毎年出場するなど、近年特に活躍を見せており、2003年には全米25位にランクしていた。男子フットボールにおいては、 2005年寄りに参加している。かつて、チャック・ミルズ、工術がヘッドコーチを務めていた。関西外国語大学は交換留学生協定を締結している。岐阜大学は交換留学生協定を締結している。神戸大学は人文芸術社会学部と交換留学生協定を締結している。横浜国立大学は交換留学生協定を締結している。 筑波大学は交換留学生協定を締結している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。